参加したのは市内の小学生の親子など20人です。長崎市は脱炭素の町を目指し、去年開庁した市役所にも省エネの設備や運用の工夫が採用されています。木材って実はですね、断熱を軽くて丈夫で断熱性能が高いという非常に優れた材料の一つ。熱を遮断するパネルや冷たい水を流して部屋を涼しくする輻射パネルなどを見たり触ったりして省エネについて学びました。一回行ったことがあって、その時この断熱材っていうのがとても面白いなと思って、もう一回行きたいなと思って来ました。全然暑くなくて、市役所とか作ってからこんなのをしてから、みんながこう元気とかにこう気持ちよく過ごせるようにしたい。市では持続可能な社会の実現に向け、今後さらに省エネの取り組みを進めていく方針です。